全光寺雲城殿から見た長野市中心部長野市は長野県の北新地方に位置するし長野県の県庁所在地であり中核市に指定されている長野県北部の中心都市で全光寺の門前町として有名である門前町としてのみならず周辺の観光地への前線としても重要な位置を占める禅光寺門前町を中心とする旧長野町などは上身の地郡に属していたが 現在の地域はその外、旧サラシナ郡、ハニシナ郡、上高井郡にまたがる。交通政策では、交通セル方式の採用や、コミュニティバスの積極展開など、特徴的な政策を持つ。1998年に、第18回冬季オリンピック、長野大会及び第7回冬季パラリンピック、長野大会が開催され、そのメイン会場が存在した都市である。 全国四十七都道府県のうち最も高い位置に県庁の本庁舎がある県庁所在地である長野市中心部周辺の空中写真1975年撮影の十八枚を合成作成国土交通省国土画像情報をもとに作成戸隠山鳥居川奥裾花湖山地編集主な山主な峠主な高原河川編集主な川その他渓谷 編集主な谷古省、編集主な湖主な池主な湿地帯全般に、長野市は盆地に位置し、盆地特有の気候であるため寒暖の差が激しく、夏は暑く、冬は寒い。中央高知式気候であるが、日本海側気候の特色も合わせ持ち、北部山間部は日本海側気候の豪雪地帯となる。一方で、中心市街地から南は山脈の下降気流下となるため、 降雪量は多いわけではなく、西側より南側に行くに従って、太平洋側気候の特色が出てくるために、平均積雪量は少なくなる。長野地方気象台の年間降雪量は2 6 3トルとなっており、年間最新積雪は30から4 0トル程度。過去最新積雪も1946年12月11日に、 観測された80センチメートルに過ぎない。市街地以南では、そこそこ積もるという程度である。雪だけでなく、年間を通した雨も極めて少ない。降水量は、日本の中で最も少ない地域の一つである。すべての都道府県庁所在地の中で、最も降水量が少ない。46位以上の県庁所在地は、ほぼ年間1100ミ、mm、リメートル以上の降水がある中。 長野市は年間900から950ミ、mm、リメートル程度しか降らず46位の県庁所在地を毎回のように大きく引き離しての降水量再開である。夏場は他県に比べて晴天が多く、日差しも強い。8月の平均最高気温は摂氏31.0度、過去最高気温は1994年8月16日の 摂氏38.7度となっているなど猛暑日となることも珍しくなく昼間の暑さは厳しい相対湿度も全国の中では上位だが一方で日本気象協会が提唱する地務所費は少ないまた最低気温は比較的低いため熱帯夜となることは稀であり長夜は過ごしやすい冬は全国の中で見れば厳しい寒さがある十二から二月を見ると 東北地方北部の都市と同じくらいの気温である。晴天が多く放射冷却が起こりやすいことから、日暮れ時から一気に冷え、路面は凍結しやすい。ただし、長野県内で見ると、1月の平均最低気温は、摂氏4.1度と長野県の中では高く、最低気温記録も摂氏17.0度と、やはり県内では、高い方である。市街地は、ヒートアイランド、都市化の影響が大きく、 冬季を中心に年々最低気温が上昇傾向で80年代までは毎年のように記録していた摂氏10度以下の気温は観測されることは少なくなり2007年から2011年まで5年連続で摂氏10度以下は観測されなかった1961年以降の最低気温は摂氏15.0度2000年以降では摂氏12.0度と県内の気象観測地点では 県南部の南シナのに次いで高い。しかし天候が良くても日中の気温はそれほど上がらず、県内の主要都市の中では諏訪市と並んで真冬日が多い地域である。晴れの日や日照時間は全国的に見れば多い方ではあるものの、飛び抜けているほどではなく、県内では少ない方である。冬は日照時間が少ない。 長野地方気象台は1889年からの観測地点であることと、観測路上の環境が良いために、気象庁による東日本の平均気温の算出地点の一つとなっている。地目別の土地面積は次の通りである。単位野行、間業、産業、単業、内業、波業、間業や、和業北の妙高市以外は、長野県。大正期の長野市街2019年10月13日。 台風19号の影響で冠水した車両センター、長野村という地名は中世末期から見られるようである。現在の長野市大和長野に上長野、下長野、また大技西長野に西長野、袖長野、中長野という小技が残されており、長野とは現在の新州大学教育学部付近から全光寺山道付近にかけての関係者地を呼んだ地名だと思われる。 中世末から近世にかけての水内群長野村は、おおよそ現在の長野市大和長野に相当する。1601年に、同群箱清水村、七瀬村、および三輪村の一部とともに、全校寺領とされた。箱清水村は、1875年に、長野町と合併。七瀬村は1876年に鶴ヶ村の一部となり鶴ヶ町を経て、 長野町へ、三輪村は1889年に三輪村、平芝村は1889年に天森村を経て、いずれも現在は長野市に属する。長野村のうち、善光寺南の参道は門前町として、また北国街道のルートとされたことから、宿場町としても発展して、市街地化した。こうして、市街地化した区域、及び、松代半量で、これに隣接して、 同様に、市街地化した、妻家村及び権藤村のそれぞれ一部も含めて、町場全体の総称として、全校寺町という故障が行われるようになった。その結果、長野村とは、道村の内町場の全校寺町及び全校寺境内を除いた、北西部の農村区域を指すものと理解されていた。しかし、県地町上の公的な存命は、 全校寺町の区域も含めて長野村であり、そのまま明治維新後に至った。すなわち、全校寺町とは本来、長野村の一部であり、明治になってから全校寺町が長野村と解消されたわけではなく、全校寺町が長野村の旧称であったわけでもない。町村制施行前の遠隔については、上身の地軍、更品軍、萩品郡、上高井郡も、 参照歴代市長環境への取り組み詳細は、長野市議会を、参照詳細は、2019年、長野県議会議員選挙を参照長野一区長野肉総務省法務省財務省、厚生労働省、日本年金機構農林水産省国土交通省、環境省防衛省裁,裁判所長野県警察本部の、入る長野県庁長野市消防局、長野松代総合病院長野市立図書館長野、 中央郵便局本部交番駐在所本部消防署、松代消防署文書主な病院保健所県内市町村の中で唯一、単独で保健所を設置し、保健所政令市となっている。主な図書館主な郵便局集会施設博物館、記念館美術館北の美術館、科学館動物園植物園主な劇場長野小畜愛おい座主なスキー場出咲機関県内市町村の中で唯一、 単独で、東京事務所を持ち、中央とのパイプを構築している。海外、編集姉妹都市有効都市国内、編集集客プロモーションパートナー都市、七瀬中町にある、電産本社金融街のターミナル通りビジネス街となっている、昭和通り県和随市の繁華街である、近藤二線路通り、長野駅周辺の、主な商業施設主な繁華街 FM 長野は、松本市に本社を置くが、 それ以外のつぼねは、長野市に本社、本部を置く。地方市全国市、ブロック市テレビテレビは、リモコンキー ID のチャンネルで掲載。長野市では、全般的には、テレビ FM ラジオは、全港寺平中継局の電波を受信する。ケーブルテレビ、長野市をサービスエリアとする、ケーブルテレビ局、インターネット接続サービスや、テレビ局は、長野県の地上波放送局に加え、 テレビ東京再送信。ラジオ局は長野県の FM 局に加え、関東地方の東京 FM と JWAVE を再送信。ラジオ FM 全工事は長野市を中心に北新地方を放送範囲とするコミュニティ FM 放送局。その他場所により関東地方の AM 局を終日聴取可能。東海、関西地方の AM 局は 深夜に限り聴取可能。国立公立長野県立大学生船音学院大学の長野駅。東口キャンパス私立公立私立公立私立国立県立12校長野県の県立高校は、校名の前に長野県立ではなく長野県とつく。私立1校、私立6校、国立1校私立25校、私立4校長野市は、 都市圏人口が約60万人で、車社会の一方で中規模地方都市としては、公共交通手段を利用した通勤、通学が盛んであり、朝夕のラッシュ時には、鉄道駅やバス停が多くの通勤、通学客で混雑する。そのため、新越本線は朝ラッシュ時6両の編成による運行が見られ、朝電長野線においても短い間隔で、通勤軽車両によって運行されるほか、 通勤利用による混雑の対策として、長野駅には自動改札機が設置されている。また、路線バスにおいては、川中島バスが長野駅松代間にて座席指定制の通勤ライナーを運行するなど、通勤利用対策を行っている。長野駅前高軸口前付系 j r 品野鉄道、長野電鉄の接続する長野駅が市の中心駅である。 東日本旅客鉄道しのの線の視点終点は、しのの駅である。しな鉄道しな鉄道線を経由し、在来線の飯山線が、長野駅へ乗り入れている。長野電鉄長野駅から全高寺らした駅までは、近く間を通行している。路線バス高速自動車、国道一般国道県道有料道路その他主要、道路中央通り、長野大通り、ターミナル通り、東通り、 若月大通り、サンロード、都学市バードライン、浅川ループライン、長野環状道路、北信五竹道路、南長野公園通り、道の駅寺院、神社善光寺旧石休暇百選山岳、渓谷博物館、美術館、記念館新州松城周辺松城は、新州の小京都と呼ばれる、松城藩の城下町。オリンピック施設その他主な採事期。 野球サッカーフットサル社会科学自然科学サブカルチャー行政ライブカメラありがとうございます。